はい、どうも、今日はですね、盆栽の室入れをやりたいと思います。使うのはこの発泡スチロールの箱です。これで、うちの場合はですね、まあ、東京のそんな寒いとこじゃないので室入れはね、本当は必要ないんですけど、寒さ保護というよりかは管理の手間を省くという、目的を重視してですね、室入れしてます。その辺も含めてね、やりながら説明していきたいと思いますので、じゃあ早速ね、やっていこうかと思います。よいしょ。この辺はですね、前もお話ししましたけど、普通の室入れって、こういう箱を使ってもですね、昼間はこうやってちょっと蓋開けといて、で夜になったら寒いんで閉めるっていう、やり方がメインなんですけど、僕の場合はですね、これに一度入れたら、開けるのは1ヶ月に一度水をやるときだけという方法でですね、結局何のために室入れしてるのかっていうと、管理の手間を省くっていうのがほぼで、寒さから保護するっていう目的は 20% ぐらいかな。だいたい室入れしなくていいんで、そんなとこです。で、去年はね、この辺のコナラですね、今日水やって一応殺菌消毒ね、そうだよいしょ、この辺使って殺菌消毒したやつを入れると。でこうやって、去年はね、コナラだけ入れてたんですけど、1ヶ月に一遍開けて水やるだけで本当に大丈夫かってね、こうさすがの僕も思ったので、一応大丈夫そうな、落葉樹ですね、葉がないやつを入れてたんですけど、今年はそれに加えてちょっと新たに草物をね、入れてみようかなっていうのと、あと常緑樹ですね、新柏入れてみようかなと思ってます。これ挿し木というか挿し芽というか、今年やったやつだったっけかな、根が出てるのでこれでいってみようと思ってます。もう入れ方はただ単にこうね、端から詰めていくだけなので、こうやってあとはじゃあ詰めていきます。こんな感じで入りました。この箱がね、結構いいんですよ。これね、全然関係ないですけど、職場でね、毎回お中元とかお歳暮にね、アイスもらうんですけど、そのアイスの箱がちょうどこれでね、ぴったりなんですよね。こんな感じに詰めて、で詰めたらあとはほいと蓋をして、そのままだとね、飛んじゃうと思うんで、こうよいしょと、ダウン鉢か何かね、その辺にあるもので軽く蓋しといてもらえれば OK と。でこれであとは、1月の末に開けて、2月の末に開けて、3月の末に開けて、3回水やるために開けるだけで春が来るってどう思います？すごくないですか？これがこの方法のいいとこだと思ってて、ちょっとこれであとは、棚の隅のとこにね、置いといて、日当たりじゃない方がきっといいんでしょうけど、日陰あたりにこうね、スッと置いといてもらって、思い出したかのように開けて水やりをすると。で結構量があって、こんなもんじゃなくてもっと大きなのでドンとやる方はですね、中に穴を、そこに1センチぐらいの穴を何個か開けといてもらうといいのかな。開けてもね、下だとそんなにこう冷たい空気出ないので、出ないというか入ってこないか、冷たい空気に当たらないので大丈夫だと思いますんで、このまま水をやったりもできますし、楽かなと思います。じゃああとはこれをね、棚の隅の方に置いといて、申し訳ないけどちょっと横の方で休んでてもらって、1ヶ月に一度水を開け、蓋を開けて水をあげてまた戻すと。で春まで、このままにしといて、春になったらゆっくりですね、室出しをすると。その時は、昼間またね、こうやってちょっと開けた状態にして夜閉めるっていうのをこうしばらく続けてもらって、ゆっくりね、外の空気に馴染ませてから、馴染ませるっていうか慣らしてから出した方がいいかなと思います。こうやって管理しとけばね、将来期待はしてるんだけど、今そんなに別に見なくていいっていうのをまとめてここに管理して、こう棚とかね、いっぱい開けれますんで、間違ってもたくさん買わないように気をつけてくださいね。
冬の間にたくさん買って春になったらあれ棚開いてないってことにならないように気をつけてもらって、まあ、こういうのね試してみていただければと思います。ではね、今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。